ゴーンガール、ゴーンガール、ゴーンガールは2012年発表のギリアン、フリンによる同名小説を元にしたアメリカ合衆国のミステリー、サイコスリラー映画である。またフリンは脚本を担当している。監督はデビッド・フィンチャーが務め、ベン・アフレック、ロザムンド・パイク、ニール・パトリック・ハリス、タイラー・ペリーとキャリー・クーンが出演している。 作品は2014年9月26日に第52回ニューヨーク映画祭でワールドプレミア上映された。10月3日には世界中で同時公開され、日本では約2ヶ月後の12月12日に公開された。不信感、過激な報道、経済がもたらす夫婦関係が描かれている。ただし内容に関して不倫は書籍からずれた点も見受けられると述べている。 5回目の結婚記念日の朝、ニック・ダンは妻のエーミーが失踪したことに気づく。人気児童文学のモデルにもなったエーミーの失踪でメディアは過激化し、夫、ニックの不可解な行動や結婚生活にまつわる嘘によって、彼がソシオパスであり妻を殺したと世間は考えるようになる。回想シーンではの水売り集州、ノースカ、後に発見される日記が引用され、 エイミーから見たかつて幸せだった結婚生活が崩壊していく様が描かれる。夫妻は不況の影響で仕事を失い、ニックの母親が癌になったため、エイミーが愛するニューヨーク市から彼の地元である固い中朝地へ引っ越さなければならなかった。母親が亡くなった後も、ニックは地元に残り、妻に出資させて妹とバーの経営し、地元の短大で講師を始める。 エイミーは、ニックが、仕事と偽って出かけ、隠れて、元教え子と浮気をしているのを見つけ、彼が自分と出会った頃と同じ仕草を、浮気相手にしているのを見て、怒りにいる。地元警察の女性刑事ロンダボニーは取り調べで、ニックが妻の日常や妊娠を知らなかったこと、夫妻には、金銭的問題や、家庭内暴力があったこと、エイミーが銃を求めていたことを明らかにする。 そして台所の床からは人が撲殺されたとしか思えない大量の血液を拭き取った痕跡があった。証拠はすべて彼に不利なもので、ニックは第一容疑者として逮捕される。場面は一転して失踪当日車を運転するエイミーを映し出す。エイミーは実は生きており、殺されたように見せかけていたのはニックの浮気に対する復讐であった。 不利な証拠となった彼女の日記は、あらかじめ彼に、疑いが向くように真偽を織り交ぜて書かれたものであった。床から吹かれたち、飛び散った血痕と壊れた、コーヒーテーブルは、すべてエイミーが失踪当日に、ニックが彼女を殺害する際に争った後に見せかけるために仕込んだものであった。またエイミーは、近所の妊婦のエルホーソーンと仲良くなり、彼女の尿を盗み妊娠を偽装していた。 エイミーは遠く離れたモーテルで、ナンシーと名乗り、外見を変え、ニックが妻殺害で死刑になるのを待ちわびた。ところが計画の成功まで、あと一歩のところで、エイミーは、モーテルの部屋で新生活のために持ち歩いていた、数千ドルを何らかの事情で警察に届け出られないと見て取った、モーテルの宿泊客の男に取られてしまう。 彼女に残ったのは車だけで、行くわけがなくなった彼女は必死な思いで、元彼で数年前に、彼女が接近禁止令を出した裕福なデジーコリングスに電話をかける。エイミーはデジーに、ニックが殺そうとしたから逃げたという。デジーはついにエイミーが自分のものになったと喜び、湖にある自分の別荘にかくまうことにする。ニックはエイミーが彼を破滅させようとしていることに気づき、 双子の妹マーゴに無実を訴える。メディアのニックに対する反感が強まる中、兄弟は、夫が妻を殺害したケースを専門とする弁護士ター、ボルトを雇い、ニックの世間に対する印象を向上させようとする。トークショーでの独占会見を行おうとした矢先、記者会見で、ニックの元生徒で浮気相手であるアンディが不倫を告白し、潮らしく反省してみせた。 タナー弁護士とマーゴはニックは頭を抱えるが、ニックはトーク番組に出演することにし、夫として完璧でなかったことを謝罪し、エイミーに家に帰ってきてほしいと訴える。彼の話で世間の印象が変わり始め、エイミーの彼に対する思いが再び芽生え始める。エイミーは逃走計画を練る。豪邸の監視カメラを用いて、デジンが彼女をレイプしたかのように演じ、ワインボトルを用いて、 自身の正器を傷つける。翌日、エーミーは、デジーを誘惑し性行為中に、カッターで、彼の首をかっ切る。彼女は、テレビ局のスタッフが張り込んでいる。家の前まで血まみれで戻り、記者に、デジーに誘拐されレープされたと主張し、ニックの無実を訴える。タナーには何もできなくなり、ボニーは彼女を不審に思うが、世間の彼女への同情から、FBI は事件を、 解決済みにする。盗聴されないようにシャワーで、ニックを裸にし、エイエミーは殺人と復讐を認める。彼女は番組で見た妻の帰宅を嘆願する男こそ、彼女が結婚した男であり、これからもそうであってほしいという。ニックは妻と別れ、嘘を暴きたいと願う。テレビ番組でのインタビュー前にエイミーは、静止バンクで貯めていた。 ニックの生死を使い妊娠したことを告白する。ニックは怒りのあまり壁に彼女の頭を打ちつけるが、子供に対して責任感を抱く。双子の妹、マーゴの反対にもかかわらず、ニックはエーミーと人生を共にすることを決め、夫妻は番組で子供を待ち望んでいると発表する。カッコ内は日本語吹き替え、ゴーンガールはデビット・フィンチャー監督作である。 2012年に発表された同じタイトルの小説の映画化で作者のギリアン・フリンは映画の方の脚本も手掛けている。制作人の一人、レスリー・ディックソンはこの小説を2011年に読み、同じ年の12月にリース・ウィザースプーンへ進めた。ゴーンガール映画化のポテンシャルを見いだしたウィザースプーンはデックソンとブルナ・パパンドレアと共に構想を展開させた。彼らは フリンの映画制作エージェントのシャリー・スマイリーと制作会社を2012年初めに探し求めた。9月11日に出演人を必要としない撮影が始まった。主な撮影は9月15日にミズーリ州ケープジラードで始まり、約5週間続いた。いくつかのシーンはロサンゼルスで撮影された。プロデューサーのセアンチャ・フィンによると、フィンチャーは一つのシーンで、 平均50テイクは取っていたとのこと。2014年1月21日、トレント・レズナーは、アッティカス・ロスト・フィンチャーと共に、音楽のスコアを提供すると発表した。これは彼らにとって、ソーシャルネットワークと、ドラゴン・タトーの女に次ぐ3度目の共同制作となる。デビッド・フィンチャーはカイロプラクティックで聴いた、落ち着かせようとしない音楽に影響され、レズナーに、偽りのない気持ちが、 表向きだけのうな音楽を作るように依頼した。音楽は滑らかな流れで、ところどころ単音の電子音が紛れているものとなり、動揺させるような音楽となった。サウンドトラックは2014年9月30日に発売された。ザ・サイケデリック・ファーズのリチャード・バトラーが歌う、忘れ字の面影、C のカバー版が特報で用いられている。米フェイスブックが発表した。 2014年に、Facebook 上で話題になった映画トップ10で、第8位にランクイン、ベイ・ローリング・ストーン氏が選ぶ2014年の映画ベスト10で、第5位を獲得。作品は、第52回ニューヨーク映画祭で、プレミア上映され、各方面で報じられて、好意的な評価を受けた。comingsoon.net は、公開週末興行収入が3。 00000ドルから、3、500万ドルもしくはそれ以上を稼ぎ、10、00000ドルはいくだろうと予想した。オンライン鑑賞券販売会社のファン団子ンは、ゴーンガールが販売中の前売り券の66%を、占め、アナベル資料館の人形18、18%より売れており、公開週末工業収入で1位になるかもしれないと発表した。 2015年1月13日に北米版 BD&DVD が発売された。日本では20世紀、Fox クスホームエンタ r t ンメントジャパンより、ブルーレイ、DVD が発売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。